お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、あの男をぶっ倒したいと思います。というわけで、さあこちらね、最強麦、まあ、麦一旦ですね、まあ、とりあえず麦と BO3、じゃないっすな、ごめんなさい、 BO5 です。今日ははい、やっていきたいなと思います。もちろんね、勝ちます。はい、前多分一回ね、僕動画で麦とやったことあるんですけど、多分その時ね、BO5 って言って多分3連敗した気がするんですよね。いや、BO3 って言って2連敗して、その後1戦頼んだけど負けたのかな。まあそんな感じで前負けたので、今回ちょっとボコボコにしたいなと思います、本当に。はい。というわけで、やっていきます。で、ちょっとね、デッキを5つ準備したんですけど、一旦ね。まずは、ちょっとマザーネクぐらいでちょうどいいんじゃねっていう。まあ、麦ぐらいになると、皆さん麦の欠点知ってますか？麦の弱点です。高回転しか使えません。けど、その高回転が鬼うまい。そういう方なので、大型使わせると、てか使わないので、まあ、そういった意味では、もうコウモリとかスケとかには、もうマザーネクロがね、刺さりまくるよね、というわけで、さあ、BO5 でございます。きたー。いや、倒すぞ、マジで。まあ、確定ウォールブレイカーとか、まあ、ホグとかだと思うんですよね。いや、俺まだ届いてね、この前ランキング入ったのに、届いてね、さあ、ウッド、まあ、ホグか、クロスか、いや、コカツちゃんですね、さあ、コカツはいけるぞ、いけるぞ、いけるぞ、これマジやっちゃもきついぞ、相手。いや、で、麦ね、なんか、あれなんですよね。普通にテスラコカツとかも使うんですね。バレバレとかかなと思うんですけど、普通のね、枯渇デッキも使うんで、それがちょっと安っすよね。さあ、ワンチャンロケもあるな。さあさあ、このね、魔女がうざいぞ。さあ、豚になり、いや、この豚がね、結構ダメージ与えてくれる。よしよしよし。さあ、マザーネクロに負けたら、麦もね、さすがにメンタルいかれるでしょっていう。まず1戦目でメンタルを折ってから、ですよね、僕としては。まずメンタル折らないとっていう。まあ、ナイトかな。うわ、めっちゃ低めナイトだ。うわ、いいナイトだった。最悪だ。さあ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 。お、待って。俺のタルババが手前か。気づかなかった。なんか俺、麦っていう名前の圧力に押されてる気がする。さあ、豚1体、2体。おお、まあ、サボったな。いや、これマジで勝てますよ。はい。集中しろ、俺。初戦麦だ、初戦麦。さあ、まあ、ムートかな。とりあえず最強ムート出しつつ、8枚でもよかったけどな。まあまあ。怖いですね。一回、来そうっすよね。さあ、しっかり受けて、うい。さあ、一発だけ。いや、流れはいいな。で、ギャングさっきからめっちゃ低めなんですよね。8枚マジでちょっと待って。さあ、ケツマジアチャ組んでからのロケ打ちにくいでしょ、これで。もう待ちますか、これは。さあ、内側。いやー、あるぞ、流れは。これ、射抜きたいですね。射抜きつつ、いや、さあ、流れが、いやー、全然攻めれねえ。まだ待つ時間ですね。落ち着きましょう。これロケワンチャン打ってくんのかな。後ろのプリンが安っすね、僕は。うわ、プリンがやばい。これマジアチャで射抜けねえかな、プリン。やばい、待って、めっちゃ下手くそなことした。ちょっと待って待って待って。俺もっと戦える、俺は。俺はもっといける、マジで。いや、よくやってくれた。これ、両サイ振りたいっすよね、僕、絶対。こう、マザネクのさ、奇跡を起こしたいんですよ、僕は。なんかすげえ地味な試合になってんな。麦担当の試合、世界一地味説あるな。
さあこれ早いな回転が。どっか一回無視したいけどな。いやマジでちゃナイス絶対目くるよなこんな。いや待って、いや優秀か。さあなんで飛ばなかったお前バカか。舞台になってる。いや待って、なんか普通に負ける。待って待って待って、普通に負けるって何マジで。普通に負ける。いやムートが入ってる。ワンチャンあるワンチャンあるマジで。さあこれユーノも相手。さあワンチャンある。いやプリンがやべえな。いやムートが、いや押せ押せ頑張れ頑張れ頑張れ。いやワンチャンあるマジで、ワンチャンありそう。いや絶対相性いいこれ俺多分。マジ押せ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 、これもう攻めちゃえ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 、あっちにだけ行く。いや頑張れ頑張れ、あいつ絶対ロケ狙ってやがるぞ。ちょっと待って、お待って、お今打っとこ。いやマジでちゃれ、お前バカかよ。ちょっと待ってよ、いや待って1本目取りたかったな、これ絶対相性よかったな。じゃあの手がもうね、もう冬真冬、手だけ今真冬北極。いやーちょっとまあまあ1本ぐらいやっぱね若い子にあげなきゃねと。いやーこれ勝てなかったらダメだな、ちょっと待ってよ。いやーやったな、まあまあまあ BO5 なんでね、はい長いですよ。まあ続いてねロイでいきましょうか。いやこれウッドか悩むな、ウッドとタルババ悩むんですけど、まあ、ウッドでいきましょうか。よしいやBO5 長いな、 3-0 で勝つ予定だったんだけどな、ぶっちゃけここで負けたら本当に話にならないから。麦ね、麦ロイ刺さりますからこいつ。さあ、まあ、1回逆に1本僕取られてるんで普通になんか違うデッキ来るかな想像とは。さあマジアチャ、マジアチャタルってなんだ。さあマジアチャこっちを射抜いて、さあナイスさあこれはでかいぞ麦くん。うんマジアチャゴースト、あちょっと待って俺が使ったデッキ使ってくんなやこいつやってんな、俺の方がうめえからって。さあちょっとこう隙がないのが嫌ですね。ハンターで受けていく、マジアチャ回ってないね。あバカバカバカ、いやバカバカバカ、よいしょ、痛い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 、こんだけでも痛い。まあまあまあこれはね勝ったな、これは勝った勝った勝った。相手陸デッキなんで僕は陸ね硬いんでね、まあムートとかが安かね僕としては非常に。引っ張るんじゃね、引っ張ってほしいなトリトン。これいっていいやな、これダメかな、やばいこれダメだったかも。いやまあ防衛ライトで防ぎましょうかね僕としては相手の攻めを。いやこれでいいか、さあタルボはちょっと早かった。いやまあまあまあいい感じのね許容して、ふう。そういえば最近麦ったんも YouTube 始めたんでね、ぜひ皆さん見てくだ、見に行ってください。麦ガヤラにねチャンネル貼っておきます。麦のマジアチャとエレキがうるさい、うるさいというか嫌っすね。おマザネク使ってやがる、絶対いらねえだろマザネク豚来たな、いやロイ入ってんな、これ絶対手マザネクのせいで手札腐ってやがるで。よしこのコーストも許容していきましょうか。もう流れは俺、ちょっと一回許容しちゃっていいかな。うわすげえ、その
檻はやだな。やばい、ボコ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 、お前スパイか佐藤。やべえ、焦った。すぐ居抜いてくんな。トリトン、タルババかな。でもこれデレキか。あ、神ライトした。そうワンちゃん、なんならこのスケでさえ居抜いてくるからな。いや怖え。あ、いや、なんかマザネク生かしてくんなよ、地味に地味に生かしてくんなよ。いや、これ多分ユーノとかでワンチャン目されるっすね。いや、マサネク大活躍してんな。これ絶対きつい。これ行くべき。よし、来た。さあ、ロイジャイのパンチが入って、ウィー！バモ！よし。いや、これさっきの勝っとけば絶対勝ててたな。1-1っすね、今。よし。下スタンプでもやっとこう。からのだな。問題は同じデッキを使うかどうかだな。いや、この上マジで刺さるんですよ。でもここで、麦は、ザッピー入れのデッキで、ワンチャン僕が連投するって読んで、ザッピー入れのデッキで来る読みの、これにしよう。よし。発揮キスケラ。これで、今、ホグとかオールブレイカーちょっと出しにくいなってなってると思うんですよ。ここで、ホグかオールブレイカー来たら、あ、それはちょっと、知らんわっていう。そのスタンプだ。今はねえんだ。もうちょっとしたら届くんだ、俺にも。配達してくれるんだよ。ちょっと待ってくれ。うわ、クエイク。まあ、キョロイか、ホグっすね。あ、この迫撃やばい。緊急度される。ちょっと待って。やばい。本当にやめて。あ、よかった。なんだ、なんか、槍ゴブとかをキング前に置かれて、キング起動がね、あるんですよね。さあ、ハンターオールブレイカーなので、ボムタワーが入っていない方か、まあ、わかんないですね、そこの形が。どの形のウォールブレイカーかっていう。まあ、槍ゴブは入ってるっすよね、さあ、クエイクデリバリーだな。クエイクデリバリーのウォールブレイカーと。さあ、ここね、チャンスっすね。まあ、ハンターとナイトだと思うんですよね。まあ、打つだけ打って、あとは何もしないが、多分正解かな。はい、落ちてえけど、一回我慢して、まあ、どんぐらい入れるかなっていう。一個も入んない。バカかよっていうぐらい入んねえな。これ、ハイブ打っちゃおう。これ、痛えな、なんかでも。もっと違う防衛があった気もするが。まあ。いや、これね、デリバリーが厄介だけど、頑張れるな。僕は、イモります。クエイクなんで、ムートハンターでイモって、イモります。で、ヤリゴブとかにファイブを打ちつつ、みたいな、そんな感じのね、サイクルでいきたい。さあ、いいファイブを。でもね、槍ゴブにファイブを打てないとあんま良くないんですよね、正直。っていう部分があるけど、いっちゃう。そうなんですね。で、ここ一回、もう一回防衛ですね、僕は。槍ゴブがね、厄介なんです。でも相手はこのハンターもきついと思うんでね。さあ、逆サイドにシフトチェンジしてくるが、これなんか暇になっちゃうな、なんか。先置きボムあれ、せっこくないですか。あのボムの圧がやべえな。さあ、耐える。いやー、ハンター処理してくんねえかな。ワンチャンハンターにも当たる。
や、めっちゃいいファイブした。いや、ワンチャンある。さあ、クエイク防衛に使ってる。いや、ハンター、事故れ。ハンター、お前逆だろ。逆、右向け向け。いや、逆サイドになったのちょっと嫌だな。拾える？これちょっとナイトハンター組んじゃって。君も組んできた。やりごみに速攻ファイブやな。いやー、頑張れる。いや、これも許容して。狭くしちゃおのファイブ。やりごみ読み。いやー、読みが当たんね。え、ナイトがめっちゃ入ってんな。そっちじゃねえしな、俺。やるぞ、これ。いや、これあれだな。あそこにクエイク当たっちまう。やったー。いや、いい。別に、なんならいい。からの、ここで左を空いていく。よしよしよし。いやさ、このディガーはうますぎ、さすがに。いやー、全然入んねえ。バカバカバカ、もっと入るだろ、普通。クエイクとかぶればよかったのに。お、ワンチャン？いやー、もうちょっと入っていいけどな、ダメージ。あ、これはクエイクで終わると。いや、うまいですね。このね、両サイド、完全なるね、許容と。はい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 。なるほどね。いや、デリバリーで守れると思ったのか。デリバリーハンターっすね。あー、なるほどね。さあ、次ですね。いや、ここで、いや、悩むんですよ。この2種類。2種類準備しました、僕は。遅延スキラーなのか、全然違うデッキなのかっていうね、麦が。いや、悩むー。悩むなー。もうちょっと戦いてえな。もうちょっと戦いてえな。いや、一回これでいくか。やばい、2-1だ。待って。先に俺が王手をかけるつもりだったのに。やだよ。もう負けた動画出したくねえよ。いや、勝てると思ってたけどな。一戦目だな。一戦目落としたの痛すぎる。さあ、よろしく。ふぅ。遅延スキラ来てくんねえかな。さあ、来ない。タルババア。ナイト、タルババア。いや、バルーンか、ホグか、あ、ホグじゃねえの。ほんちゃん、あ、なんかそういうね、なんか同じようなね。すぐ俺が使ったデッキ使ってくんな、こいつ。マジで。どう思います、皆さん。すぐパクるっすね、この子。いや、まあこれは相性いいんじゃないのか。スキラ、相手のスキラに対してアーチャーがあって、あの、なんだそれしか出てこん。やりごみに対して雪玉打てるから。いや、これ見されたの嫌だな。雪打ってよかったな、それなら。まあ、迫撃か、僕が嫌なのは。さては、また高めんですね、相手がきついのは。やりごぶ来たら速攻雪。お、やばい、待って、やってる、俺バカ、待って、違う、俺いつもこんなんじゃない。俺もう絶対勝てるー。最悪、ちょっとやり直してよ、本当に。いや、685削られすぎだろ、マジで。あー、詰めてくんな、マジで。465か、これ逆転できるよ、みんな。
これいけるんじゃね。いや、ボーパイか。さあ、鉄壁。バラケ一発一発痛い、やばい、前も2発で終わっちまうよ。耐えてくれよ俺、マジでどうやって耐えるんだこれ。真下ハンターかな。いや、ぶっ壊せマジで。やべ、スクレー取れる。ちょっと待ってください、あの最後4ポイント制度欲しいな俺。あのファイファイワンチャン耐えれる。耐えろ耐えろ、お耐えろよ、ちょっと待って。違う違う、まだ早いっすよ、まだ早いっすよ。ちょっともう一戦、もう一戦。ちょっとあの、はい、3-1、ちょっと麦ったんの勝ちなんですけど、あのラス1いきましょうか。ラス1お願い。あのちょっとね、嫌です。マジでなんか最初ダメだったな。よし、まあどうせならね、この準備したデッキも使いましょうというわけで、このメガナイトね、ウォールブレイカーでいきます。よし、100万点で、やばい、漢字が100万ポイント。よし、行きましょう。これ勝てばもう俺の勝ち。当たり前っすよって言って、こいつ余裕だな。よし、よろしく。何使ってくんだろう。まあ、ホグかウォールブレイカーか、間違いなく高回転の香り。クエイク、あ、トルネのロケ砲迫撃かクエイクホグっすね。ホグっぽいな、これすごい。すごいホグっぽいっすね。LSP 型の、あ、LSP ってことは、これあれっすね、相手。あの、あれっすよ。知ってます？三加護鬼きついやつだ。この三加護神っすよ。来た、これ勝ったな。クエイクウッドのエレスピマスケだと思うんです。だからサンガゴマジでどうすんのっていうデッキっすね、相手。これぶっぱしていいっすね、間違いなく。間違いなくぶっぱした方がいい。なんならなんなら適当にザップって事故らせたら、あ、守んのこれ。しかもこれワンチャンキング起動。いや、うまって、それだけは。いや、うますぎだろ。いやだ、めっちゃ入ってんな。あれ、これはね、来たっすね。これは勝った。さすがに。三加護やばいっすね、これ。コウモリだったらエレスピで飛んでいくんですけど、三加護っていうことによって、三加護の対処が相手はむずすぎますね。ケツメガネとしたら、なんなら逆サイナイトフグとかされそうっすね。エレスピつけてキング起動とか多分できるんですよ。それ気をつけたいですね、僕。まあ一発っすね、これは。キングギド絶対狙ってんすよね。あ、そう。この？いや、ボエうめえな、マジ。いや、今、スケ読みザップ決めれたっすね、間違いなく。間違いなく今、決めれる場面でしたね。そこナイトが竹取ってるんで結構ホグが入っちまうっすね。いや、いいザップ。まあ、ディガーで、あー、あ、待って、俺ディガーとマスケ、ま、ん、間違えたけど、なんならそれはそれでよかったみたいな。で、ここ頑張れば突破できそう。ザップって今言うのけない。 LSP
スケも回る。なんか俺が押してるはずなのになんか怖いですね。意味わかんないですね、押してるのに。いやこれ安っすね、こういうの。ちょっと逆サイド狙ってる。いや俺のディーガーの位置もちょっと甘いですね。いや怖えー、これなんで俺が負けそうになってんだ。意味わかんねえマジ、どういうこと。いやマスク入ったしでかすぎ。相手はもう逆なのか、絶対踏まれるから。うわ俺こっから負けるのだけは勘弁しろよマジ。いや来た。いやさすがに、いやさすがに勘弁でしょ、さすがに勘弁でしょ。いやーこれで俺の勝ちか。いやーとはできないっすよねさすがに。いやーでかいな。よし。いやこっちのセリフだわ、わら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 って。お前終わりにくくなったマジで。いやマジで終わりにくくなりました、僕100万点とか言っちゃったから。まあでもね、はい、こんな感じでまた麦ともこう対戦やれればいいかなと思います。いや今日ちょっとね惜しかったですね、まあ、実際の結果で言うと、まあ、3対2ではあるものの、まあ、負けたんですけど、はい、別に勝てそうですね。ちょっと今日僕の手が冷たかったぐらいで、はい、またね、やれたらなと思います。で概要欄にね麦も YouTube 最近上げてるんで、ぜひねそちらも、チェックお願いしますというわけで、ぜひね麦も、僕のチャンネルも、ぜひチャンネル登録よろしくお願いしますというわけで終わります。お疲れちゃんでした。またね。